シーンに対してカメラの設定を行った上でオーバースキャンを設定した解像度でのレンダリング画像が必要になる時があります。今回は既存のカメラに対してオーバースキャンを自動設定するための DIG の組み方というのをご紹介します。このサンプルシーンにはすでにカメラの設定が行われています。デフォルトでは レンダリングの解像度というのは、シェーダーツイーにあるこのレンダーアイテム、レンダーアイテムのフレームタブの中にあるフレーム幅と高さ、ここで設定されていますが、作業用のカメラ、それとオーバースキャン用のカメラと分けるために、カメラごとに解像度を設定できるようにしておきたいと思います。カメラを選択し、 このカメラタブの中にある解像度無効のカテゴリー、ここにあるレンダー解像度無効、このオプションをオンにします。こうすることでカメラごとの解像度の設定というのが可能になります。では次にオーバースキャン用のカメラというのを用意します。オーバースキャン用のカメラというのは今設定してあるこの作業用のカメラのトランスフォーム、 であったり、カメラの設定などをそのまま引き継ぎたいので、インスタンスとして作成し、さらに作業用カメラの小アイテムとして設定します。そうすることで、作業用カメラに対してアニメーションを設定するなどしても、そのままオーバースキャン用のカメラに反映できるようになります。アイテムリストからカメラを選択し、右クリックで コンテキストメニューから複製。この中にあるインスタンスですね。こちらを選択します。インスタンス複製されたカメラ。こちらを選択し、この作業用のカメラの上にドラッグドロップ。これで親子関係を設定します。これで作業用のカメラの設定を引き継いだカメラというのがもう一つ作成されました。 こちらがオーバースキャン用のカメラとなりますので、わかりやすいように名称を、例えばオーバースキャンカメラといった形でリネームしておきます。ではここから解像度に関する設定を行っていきますが、解像度を変更してもレンダリングされる対象物の映り方というのが変わらないようにするためには、フィルムバックカテゴリー、 ここにあるフィルム幅と高さ、こちらの設定が必要になります。解像度とこのフィルム幅、高さの関係性については、すでに日本語解説ビデオ、被写体の大きさを変えずにレンダリングの幅や高さを変更するには、 でも、詳しく解説していますが、簡単に言うと、解像度の比率というのと、フィルムの比率というのを合わせるということが必要になります。まず、リグを組んでいく上で、オーバースキャンする際の、その比率を設定するプロパティというのを用意しましょう。このプロパティは、ユーザーチャンネルで用意することにします。 作業用のカメラというのを選択し、ユーザーチャンネルのタブ、こちらからユーザーチャンネル追加のボタン、これをクリックします。ユーザーの名称として、カメラの、例えば、ワイズ、カメラ幅ですね。ユーザー名称をカメラワイズにして、タイプをパーセンテージにしておきます。 どのくらいオーバースキャンさせるのかという割合を指定したいので、パーセンテージにしておきます。初期値は100%ということで、100を指定しておきます。同じようにもう1個。今度はカメラハイトということで、高さですね。高さの方をコントロールするユーザーチャンネル。こちらを同じように設定しておきます。 では実際にここからリグを組んでいきたいと思います。必要となるのは作業用カメラ及びオーバースキャン用のカメラ。これらの解像度、フレームの幅と高さですね。それとフィルムの幅と高さ。そして先ほど追加した2つのユーザーチャンネルになりますので、それぞれをスケマティックビュー、こちらの方ですね。こちらの方へと追加したいと思います。 カメラ二つとも選択して、この幅と高さ、こちらをドラッグドロップ。そうすると、作業用のカメラとオーバースキャン用のカメラで濃度が選択されるようになります。同じように、どちらもカメラを選択して、今度はフィリムの幅と高さですね。こちらも追加します。さらに、先ほどカメラに対して、 追加した2つのユーザーチャンネル。こちらを追加しておきます。ここまでできたら、まず演算ノードを1つ追加します。こちらの追加。ここから演算のカテゴリーにあるベーシックマスの乗算ですね。こちらのノードを追加します。 追加したら、この上の方が入力 A、下の方が入力 B で、この右側にあるポッチが出力になるんですけれども、この入力 A にフレームの幅、解像度の幅ですね。こちらを入力。さらに入力 B にユーザーチャンネルのカメラ幅、カメラワイズですね。こちらを接続したら、出力をオーバースキャンカメラのフレーム幅へと。 設定します。フレームの高さに対しても同様に設定を行いましょう。もう一個、ザ算ノード追加して、入力 A にフレームの高さ、入力 B にユーザーチャンネルのカメラハイト、ここで出力をフレームの高さ、オーバースキャンカメラのフレームの高さへと接続します。では、効果がわかりやすいように、この ユーザーチャンネルの値ですね。この値、先ほど初期値として100%設定しておりましたが、これを例えば120%に設定しておきます。ビューポートの設定ですね。ここ、どこからのビューかというところで、このカメラを現在の選択にしておきます。そうすると、選択したカメラのビューになります。 カメラ切り替えて確認してみると、見た目に全然差がありません。本来であれば、このオーバースキャンカメラからのビューの見た目は、オーバースキャンの分だけ、外側に空白が、マージンができるはずなんですけれども、そうなってません。これは、今、解像度を変えたんですけれども、フィルム幅と高さというのが連動していないので、 この見た目というのが変わらない形になっています。ただ単に解像度が大きくなった。同じように大きくなったっていうだけなので、ここでフィルム幅と高さについてもリグを組みます。今フレーム幅、高さに対して設定を行ったこの2つの演算ード、これを選択し、右クリックで濃度を複製。ここから複製ですね。こちらを 選択して複製してみます。そうするとですね、大元のこの接続元も同じように複製されてしまうんですけれども、これを入力 A の方をフィルム幅ですね、に切り替えて入力 B はユーザーチャンネルのカメラワイズのままでこれをオーバースキャンカメラのフィルム幅へと接続します。 同じように、こちらの演算ノードの方、複製した演算ノードの入力 A はフレーム高さになってますけれども、これフィルムの高さへと切り替えて、オーバースキャンカメラのフィルムの高さへと設定します。こうすることでカメラ切り替えると、こんな感じで、 オーバースキャンカメラであれば、外側に余白分というのができたのがわかるかと思います。実際にレンダリングをして確認してみましょう。まずは作業用のカメラですね。こちらでレンダリングを行ってみます。はい。作業用カメラのレンダリング結果はこのような感じです。では次に、 え、オーバースキャンカメラですね。こちらにレンダーカメラとして設定。このメニューを選択して、レンダーカメラへと設定したら、再度レンダリングを行ってみます。そうすると、オリジナルがこのレンダリング画像。そして、オーバースキャンのリグを組んで設定したのが、この画像になります。見え方、対象物の見え方はそのままで、 外側にレンダリングされる範囲を広げたような形になったのがわかるかと思います。今回はオーバースキャンということで指定したユーザーチャンネルこの比率を同じようにしましたけれども例えば幅は半分に高さはそのままにした場合 オリジナルからそのまま切り取られるようなレンダリング結果にすることができますし、同様に幅はそのまま、高さを半分。そのように設定すると、こちらもちょうど中心部分から切り取ったような形に設定することができるかと思います。 今回はユーザーチャンネルで比率として設定しましたけれども、このユーザーチャンネルをオーバースキャンするカメラの解像度として設定することで、比率を自動的に割り出して、さらにフィルム幅、高さを設定するといったリグを組むことも可能になるかと思いますので、こういった仕組みを応用して利用していただくと良いかと思います。